のルンルンどうもショールンでーす。はーい、今回はですね、皆さんちょっと気になるザグザグって知ってますか？まあ知らない方がほとんどだと思うんですが、ザグザグはこう岡山とか、まあ、広島兵庫とか、こう中国地方とか、まあその岡山のお隣の兵庫県とか、なんかその辺しかないようなドラッグストアなんですね。まあ、例えば私昔和歌山に住んでたんですけど、エバグリーンとか、そのなんかね、岡山に来た時にエバグリーンがなくって、えと思って、なんかそういうのって地域とか場所によって違うんだなっていうのをね知ったんですけど、まだエバグリーンってあるのかな。和歌山の方よかったらコメントお願いします。今回はこちらザグザグの購入品を紹介していこうと思います。イエイ。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。ちょっと、よいしょ。サムネが撮れたということで、やっていこうと思います。じゃあどうしよう、最初に。あ、じゃあ最初に、なんだろう。お菓子じゃない系から紹介していきますね。まず一つ目、せーの。じゃじゃーん。こちら、もうマジでずっと買ってみたかった。マトメージュっていうやつですね。もう本当に欲しかった。ってやったら、もうめっちゃ髪の毛が綺麗に止まってくれるっていう。ほら、もう、ご覧の通り今、アホ毛があると思うんですけど、ちょっとやりますね。匂いはしません。こんな感じのなんかもうワックスです。固まってる。大丈夫かな。こうやってこうやってほら着々とさ、このアホ毛が消えてってるの分かりますか。これ塗りすぎには注意ってさ、マトメージュ使ってるお友達が言ってたんだけど、え、この1本立ってるの何に、え、この1本立ってるの、え、すごくない。さっきめっちゃあったのにさ、アホ毛めっちゃ消えた。ちょっとだから1本立つの何。マトメージュこれマジで優秀だと思うので、これ皆さん買ってみてください。何円だったかな。これは多分500何円とかだった気がします。そして次に、せーの、じゃじゃーん。やっぱりね、冬といえば赤リップなんですよ。インスタとかでおすすめとかあるじゃないですか。それ見てた時になんかリップ紹介みたいな、冬のおすすめリップ紹介みたいなのがあって、それ見てたらチフレの546番のこのリップがすっごい可愛いみたいな、気になってね見てみたんですよ、チフレのコーナーを。そしたら人気商品みたいなこれ書いてあって、549番が、え、すごいと思って、ちょっとね気になります。結構ね、あの深みのある赤ですね。手に塗ってみます。わ、これは人気出るわ。可愛い、なんかちょっと紫がかった感じの赤、なんて言うんだろう、本当に可愛いこの色。今口に塗りたいんだけどね、めっちゃ塗ってるんですよね。これまたつけてから動画撮りますね。ま、もうマジこれ可愛い。チフレって結構安いんですよね。これはね300何十円とかだと思う。うん、え、すごいよこれ、本当に可愛い。ぜひ皆さんも買ってみてください。なんか最近わかんないけど声が出ないんですよね。なんか声出てなくないですか。はっ、あっ、ほほはっはっ、オッケー。はい、そしたら次に、せーの、じゃじゃーん。こちらちょっと開けちゃったんですけど、貼るカイロでございます。あ、貼らないカイロでした、ごめんなさい。私は貼るタイプより貼らないタイプの方が好きなんですけど、とある理由で貼るカイロがちょっと欲しくって、それも買いに行こうかなって思ってます。これは何円だったかな、200何円とかだと思います。学校とかでさ、カイロを持ってる子にさ、こう貸してって言ってさ、触ってさ、あったかいってなった時めっちゃ幸せじゃない。だから自分も持っていこうと思って、はい、本当に学校はね寒いので皆さんもこれ持っていきましょう。そしたら次に、せーの、じゃじゃーん。これなんかすごい高級そうじゃない、このリップ。ロート製薬のメンソレータムリップ YN。 そう、なんか匂い付きとかあったの、すっごいなんかね、キャラメル味みたいな、ミルク味、なんかすっごい独特な匂いあって、絶対それ使ってるうちに気持ち悪くなると思って、あの私は無香料のやつを買いました。とりあえず今すごい保湿されるものが欲しくって、ワセリン使ってたんですけど、もうなくなっててね、困った困ったって感じなので、とりあえずねこういう保湿系のねリップを買いました。ちょっと透明がいいんだけど、透明だよねこれ。あ、透明だ、ほらこんな感じ。え、めっちゃちょっと、あー、これいいタイプだわ。ちょっと見えないと思うけど、スル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 、え、今年の冬はね、あの私本当に唇乾燥して、ワセリンを本当に一日塗らなかっただけでマジでカッサカサになるんですよ。だから本当に保湿系のリップは大事で、だから今回買いました。
これがいいのか分かんないけど、果たして使うのが楽しみです。ザクザクはドラッグストアなんですよ。まあドラッグストアはお菓子もあるし、なんかそのまあそういうドラッグストアだから、そのお薬とかそういうのもあるし、シャンプーとかそういうのもあるし、野菜もあるんですよ。野菜とかそういう飲み物とかもあるし、もう本当に何でもある、マジでスーパーみたいな感じです。せーの、じゃじゃーん。これはね、本当はザグザグでは買ってません、ごめんなさいけどたまにザグザグでもね、ピッタマスクは売ってます。私ピッタマスクのヘビーユーザーなので、見つけたらね買うようにしてます。ちょっと今でもね品切れってちょくちょくあるじゃないですか、ピッタマスク。なので皆さんもね、後悔する前に見つけたら買っておきましょう。そう、明日お金持ってこようとか思っとっても、明日にはなくなってることが多いので、ピッタマスク本当に気をつけて、大事。私は黒を使います。一回グレーを買ったことがあって、グレーを使ってたんですけど、本当になんか私グレーが似合わなくって、私ってやっぱ黒派だなと思って黒をずっと使ってます。ここからお菓子コーナーです。それではお菓子紹介していきます。私が大好きな、せーの、くだーん、じゃがりこです。好きなお菓子なんですかって聞かれたら、絶対じゃがりことトッポって答えるようにしてるんですけど、まあ本当に好きなんですけど、はい、本当にこれは美味しいですよね、はい、これはちょっと弟にあげようと思って買ってきました。じゃがバターとかサラダ味とか赤色のチーズかな、なんかね、正直違いが分かんないんだよね。全然何食べてても全部一緒な感じがして、ちょっと違いが分かんないんですけど、とりあえずなんか王道のね、このじゃがバター味とサラダ味を買ってきました。皆さんはじゃがりこ何味が好きですか？なんか私ね、本当はこの企画のために一緒に買ってきたものがあって、なんかわさび味みたいな、わさび味のじゃがりこ、なんか袋に入ってるタイプなんですけど、それを買ったんですね。帰ってきた瞬間秒で食べてしまいましたいろいろ時間の問題とかあって、買ってからね2日間経ってるんですよこれ。そう、ちょっとその2日間には耐えられませんでした。はい、食べちゃいました、ごめんなさい。そしてちょっとこれもね、耐えれなかった痕跡があるんですけど、じゃじゃーん、トッポですしっかり開いてるわ。はい、一つ食べました。トッポはね、美味しいです。本当にチョコたっぷりって感じで。皆さんもチョコ好きですか？私もチョコ好きです。でも板チョコってさ、結構きつくない？この前お母さんがホワイトチョコ買ってきたんですよ、板チョコのね。本当に2列食べただけでもう苦しくて、うーってもう吐きそうになった。マジなんかホワイトチョコとかチョコレートって油を感じませんか？油を、うん、だからなんかこういうなんかさりげない感じのチョコレートが好きです、私は。うんうん、はい。そして次に、あ、これおすすめする、本当に。せーの、じゃじゃーん、ミーノでございます。皆さんこれ知ってますか？本当に美味しい。なんかね、このなんか164キロカロリーってね、なんか高いんか低いんかようわからんけど、これはね本当に美味しい。あ、ちょっとこれ食べる気満々ですね。こんな開けちゃって、そら豆嫌いとかおるんかな、まあ、おりそうやけど、なんかねこう開けたら、揚げられてんのかな、何なのかわかんないんだけど、こういうそら豆が出てくるんですよ。これ普通に美味しいの、本当に。私お酒飲んだことないから分かんないけど、そのお母さんとかお父さんとかお酒のおつまみとしてもね、一緒に食べたりしてるし、普通に子供の私が食べても美味しいし、マジでこれはおすすめする。見つけたら買ってみてください、本当におすすめです。これなんか健康そうじゃない、パッケージが、うん、分かんないけど、うん、食べてみてね。じゃあこれ最後2つ同時にいきますね。せーの、じゃじゃーん、こちら片揚げポテトの塩味とオーザックのあっさり塩味でございます。買ってくるものが死ぬほどデブっていうね。まあいいんですよ、私はこの2つが好きです。本当に片揚げポテトもね美味しいんですけど、このオーザックもすごい美味しい。食感がたまんないよね。だからさ、ポテトフライとかも私すっごい好きです。硬いのもいいけど柔らかいのもいいよねっていう感じですね。オリ塩味みたいなのなかった？そう、隣にあったんやけど、あ、こっちがいいと思ってこっち買ってきました。青もなかった、これの。なんか赤だったっけこれ、青じゃなかったっけ、あれ分かんないけど、こんな感じで私の紹介は以上になります。ザグザグの購入品紹介ってさ、こう単純すぎてさ、あんまやってこなかったけど、なんか楽しいなって思いました。好きなものがね買えてよかったです。ちょっと今日お話しますね。今日編み込みしました。ここ編み込みはできるんですけど、初めて自分の髪の毛でなんかうまくいった気がしました。嬉しい。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。ふう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 。